はい、のちゃん、金子でございます。ということで今日なんですけども、朝市に来ております。で今日はなんか朝市で買って飯を作りたいんですけど、こちらのカメラマンさんにちょっと選んでもらおうかなと。びっくりしてる、びっくりしてるね。僕の従業員さんに1万円渡して、なんか美味しそうな魚買ってきてと言ったら何を買ってきてくれるのかという企画でございます。じゃあ、あの1万円お渡ししますので、これでお願いします。はい、じゃあ僕はもう車に待機してて、スタジオで初めてお披露目ということで行きたいと思います。めっちゃ楽しみ実は。じゃあよろしく。さあ帰ってまいりましたと。これだね、こっちと長いやつ、カツオやって書いてある。もうだネタバレじゃん。え、でも軽いな、箱だけカツオの箱だ。じゃあまずはどうしような、この大きい方は最後にしよう、ちっちゃい方からいきます。ちなみに今日買ってきてくれた従業員の子は魚そんな詳しくないです。僕の従業員なんですけど、魚そんな詳しくないと。食べるのは好きなんだけど全く詳しくない子が買ってきてくれたという感じで見てください。まず貝が一つ入ってました。はい、デカめのサザエですね。いいですね、サザエと、はい、あとね、見えてるところ1個出しますけど、アマダイ、いいね。まあ、鮮度はちょっとお刺身では厳しいのかなというぐらいの鮮度ですね。で、あと1匹入ってます。何これ、あーでも俺分かったかも。これまた特殊なの買ってきたな。はい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 、八角特ビレですね。王道も入りつつちょっと変わり種が入ってると。で問題はこれですよね。いやカツオかーと思っちゃったんだけど、カツオじゃないらしい。カツオもうまいんだけど、ちょっと動画撮っちゃいましたんで、この前また上がると思うんですけど、カツオの入れ物でカツオじゃないでね。結構市場ではよくあるんですよ、八方入れてくださいって言うと余ってる八方に入れてくれるんで、もう全く違う箱でくれる場合があります。多分そのパターンだと思います。相当軽いですね、持った感じ 1.5 キロぐらいかな、八方の重さ合わせて。いきます、せーの、よっ。はぁ、立ちだな。ほんでこれめっちゃいいな、素晴らしいの来たじゃん。また釣りに行こうとは思ってるんですけど、こんな大きいサイズは多分釣れないと思いますんで、いいの買ってきてくれました、ありがとうね。あ、じゃあ今日はこちらのタチウオ、八角、サザエ、アマダイを使ってですね、このゾーンをお刺身にします。で、アマダイはちょっと柔らかいので松笠揚げにしましょうか。ではやっていきます。じゃあまずはさばいていきますね。じゃあまずアマダイからですね。アマダイは鱗ごといきますんで、表面のぬめりだけこうやって落とします。ぬるぬるがないなと思うまでになったら OK ですね。そしたら頭を落とすと、やっぱりちょっと鮮度的にはあれですね。アマダイが3240円だったらしいですね。サザエが1個840円、八角が1匹800円ですね。で、タチが大体5700円ぐらいと、まあ、約1万円ということですね。ちょっとカルキ個体かもしれんな、これ。カルキの匂いがしますね。アマダイはね、たまにいるんですよ。では、鱗ついたまま3枚におろしていきます。うわぁ、ちょっと柔らかいな、これ。本当に。でもね、面白いですよね。こういう普段絶対僕が避けてきてる鮮度感の魚が来るってことはね、マジでリアルですね。これ本当に何も打ち合わせなしでやってますんで、本人もね、楽しいって言ってました。やっぱりね、市場での買い物は楽しいんですよ。よいしょ。はい。こんな感じですね。かなりやばいです。すっごいカルキの匂いがする。でもカルキ個体は、わかんないですよ、買ってみないと。まあ、でもね、丸の状態でこう匂い嗅いでたまに香るやつもいますけどね。そしたら腹骨をすいていきます。そしたら血合い骨も抜いていきます。アマダイは血合い骨めちゃくちゃきついです。こんな硬い背びれのような血合い骨ついてますんで、これを取らないと松笠揚げはできませんよ。でもね、抜きやすいです。で、骨抜くときはこう持って引っ張りつつ、で指でこう押さえてあげる。そうすると取れますんでね。持って押さえて引っ張る。で、アマダイは結構尻尾の付近まで強い骨入ってます。ここら辺まで入ってますんで、しっかり抜いてください。大体ね、ここら辺までしか入ってない魚が多いんですけど、アマダイは結構入ってますんで、しっかり取ってください。はい、OK ですね。そしたらバットに引いて、身の方に塩を打っときます。ちょっと強めに塩振っときますね。臭みを取っていきます。で、これ冷蔵庫に入れておきますね。
はい、でお次は立ち行きましょうか。立ちはまずは頭落とします。まずはここに1本入れて、でお腹ですね、お腹の膜、内臓を切らないようにお腹だけ切っていきます。お腹の肉を両サイド切ります。そしてここの肛門あたり、ここちょこっとだけ切ります。そうするとツル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 っとこう抜けますんでね。そしたら先ほど切れ込み入れたところらへんで1本落とします。1つで2つ。そうするとこんだけ大きい太刀魚でもまな板の上で扱いやすくなります。で僕ね、いつも刺身にする場合は背中の方を使います。でこっちの尻尾の方は塩焼きとかにすることが多いですね。なんでかというと、こっち側ってお腹を割って血合いも出して塩焼きにしたいじゃないですか。でもそうするとなんか塩焼きにした時の仕上がりがちょっとね変なんですよね。やっぱりこの丸の状態で塩焼きにした方が太刀魚って綺麗なんですよ。なのでこっち側はあえて三枚おろしにして調理する。まあ三枚おろしにしてから塩焼きでもいいんですけどね。僕はこっち今日はお刺身にします。太刀魚にはこの背びれ、この腹の方にも隠れたヒレの骨が入ってますんで、これをね取って塩焼きにした方がいいと思います。取り方はまずこうやってここに1本入れて V の字にこう入れていきます。はい、こんな感じ。そしたら尻尾のところで取っかかりを作って、そしたらここで引っ張ると、ピロ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 っと、ほら分かりますか、この大きいヒレの骨、これ取ってあげると本当に食べやすい。で背びれの方は取りやすいんですけど、この腹骨の方はこっち難しいんですよね。こっちにも隠れてますんで、同じように V の字で入れていくと、こう真っ直ぐじゃダメなんですよ。ちょっと落とし込んで必ず V の字に入れていくと。で先ほどと一緒、この尻尾のところで取っかかり作って、でその取っかかりからこう持ってピロ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 ーっと抜いていくと、トゲトゲがいっぱいついてますよね。最高の塩焼き作るには一回こう切りますね。切って僕ね真ん中に1本筋入れます。こういうふう、こういうふうですね。もうこれ塩振って焼いたらめちゃくちゃ食べやすい。ここに箸入れてもうコロッと取るだけなんで、こっち側とこっち側もう骨は当たりません。で気をつけてほしいのが、僕さっきからやってるんですけど、こう持つとめっちゃくちゃ痛いです。タチウオのこの骨、この背びれの骨、めちゃくちゃ鋭くて痛いので気をつけてください。こうは絶対持っちゃダメです。必ずこう持つこと。またタチウオの動画でおさらいしましょう。はい、そしたらこっち側ですね、お腹の方、まあもうお腹割っちゃいます。卵かな、うん、大きい卵入ってましたね。そしたら膜外して、でここに血綿が入ってますんで、これ取っちゃいます。これタチウオの血綿です。でタチウオの血綿はブラシとかよりもこういうティースプーンとかでカリカリかいてあげた方が綺麗に取れます。まあ、今日のやつはかなり大きい指5本サイズなんでティースプーンで取れましたけど、実際防波堤から釣れるサイズって指2本とか3本とかなんで、その場合はねこのスプーンの裏側の尖ったところ、こういうところでカリカリやってもいいかもしれませんね。では下ろしていきますね。さばくときはお腹の方から包丁を入れていきます。でこの腹骨をまず一回断ち切ります。ビビビビビビビッと、で腹骨を断ち切ったらそこから身を削いでいくと。一刀おろしですね。いい意味してる。これは刺身でいけます。バッチリです。でこっち側もやっていきます。腹骨を切って、はい、切れました。そしたら落とし込んで一刀おろし。はい、こんな感じですね。綺麗に下ろせました。そしたら腹骨もすいていきます。で僕タチウオの腹はもう大きくこのぐらいで取っちゃいます。身がないのでここは塩焼きで焼いたりします。塩焼きにするとうまいんですよ。なので腹骨はここら辺からビーッと包丁入れて、でまっすぐ落としていくと。いや気まぐれブルーはタチウオ下ろしやすいな。次八角いきましょうか。これもお刺身でいける鮮度ということなので、お刺身でいきましょうか。ちょっとこの魚はさばくの特殊なんですよね。ゴツゴツトゲトゲしてますんで、これ気をつけた方がいいですね、さばくとき。ヒレがね、すごく綺麗ですよね。じゃあいきます。まず、ここ、尻尾の方から包丁を通して、上の硬い殻だけを剥いでいきます。で背びれの方もこうやって、剥いでいきます。八角って多分このなんか8個面があるんですよ。
なんかバトエンみたいな、バトエンって懐かしいですね、コロコロって転がして遊ぶ鉛筆ね、なんかバトエンみたいな構造になってるんですよ。8個角があるから八角っていうと思うんですけど、その一番上の背中の面、この一角をこうやって削っていく感じです。ミーッとで頭まで来ました。そしたらもう取ってしまうと。で、こっちが取りました。そうしたら下のもう一角、これを取っていくと。多分そうなんじゃないかな、八角あるような気がするけどな、うん、間違っとったらえらいことだから、ちょっとまああんまり確証はできないですけど、多分そうだと思う。くざうわよし、じゃあちょっと内臓出します。うわくさー、やばすぎるこの匂いだけは。このような状態になりました。ちょっとお腹のところ臭いんで切っちゃいます。これ鮮度が悪いってわけじゃなくて、お腹の中の餌が腐ってるだけなんで、もう身の鮮度自体はそんな悪くないです。そしたら、この尻尾の方、ここですね。ここの皮をピュッと剥いで、切れましたね。そしたら、皮を剥いていきます。これね、尻尾の方からさっきやったんですけど、ちょっとなんか、取れちゃうな。でもなんか尻尾の方から剥くんだった気がしたけどな。なんか、うまいこといかんな。ごめんなさい、これちょっと、塩焼きにします。いけんこともないけど、行く必要はない感じの鮮度ですね。で、サザエですね。サザエはもう何回もやってますよね。大好きな刺身のネタです。今日は身近な道具でさばいていきます。スプーンの裏側使っていきます。計量スプーンの裏が一番やりやすいですね。薄いので。で、これをここに入れて、断ち切る。もう一気に行くことが大事ですね。で、頭取っちゃう。こっちもですね。ここに一気に。ちょっとしくると入っちゃいますんでね。もうこうなったらもう終わり。出てきてちょっと時間差でやらないとダメっていうね。ただこうなった時もこういう専門の道具があると簡単に入るんです。やっぱり専門の道具は強いですね。そしたら指を突っ込んで貝柱のようなところを取って引っこ抜くと膜を取ります。ここの面に膜がついてますんで、指で思いっきりグッと取る感じですね。で、取れたらもうくるっとあとは出すだけ。そしたらこの渦巻きぐるぐるのところから切ります。で、ここは食べれます。ちょっと水っぽい肝ですね。僕これ水肝って言うんですけど、水肝はね、こうさっぱりしてますよね。肝の味が。そしたらこう綿を外して、はい、OK。ここもですね、綿を外して、で、このヒレヒレの袴も落とします。ここが苦いのでね、こう苦いところはしっかりカット。そしたらこの頭の部分ですね、蓋を外します。そしたらお塩を振りかけてもみもみとぬめりを取ります。鮮度いいな、まだカッチカチです。めちゃくちゃうまそう。そしたらこの赤いくちばしですね、ここは取ってしまいます。そしたら殻の中に蓋を閉めて、もう今日は豪快な感じでいこう。つまも何も引かずにこう薄く切って、よう切れるな、ほんと。ほら、硬いサザエの身でも、1回、2回で、スコンと切れます。そしたら、あえてこう、混ぜ混ぜして、で、入れますか。ちょっと入らんか。こぼれ落ちるぐらい。こぼれサザエ。OK。今日はこう、竹を下に引いて固定させましょう。これ良くないですか？よし、ということで、サザエのお刺身の完成ですね。そしたら、タチウオですね。で、タチウオの刺身は、切り方いっぱいあります。例えば、こう切って、で、骨、中骨のところこうやって割っちゃって、で、この状態で皮ついたまま細く切っていくと。糸切りですね。こうやって切ったり、こう入れて、ここで立てると。この皮ついたままの状態で、ここら辺からこう入れて、皮ギリギリを攻めますと。で、ここで皮剥ぎつつ、ここで皮を一個残すと。で、この皮が1個繋がってることによって、この身が離れないんですよね。で、次切るときは、この余った皮、ここを切る。で、もう一回同じことすると。ここら辺から入れて、ここら辺で立てて落とすと。できるだけこの幅は揃えるとね。こう入れて、ここら辺からこういって、幅揃えて、このぐらいかな？落とすと。で、もっとあれすると、この状態で、こう皮を引きながら、もう最後まで皮引いちゃう。そうするともう皮が完璧にない刺身ができますね。でも皮剥いじゃうと、こうどうしてもこうやって剥がれやすいんですよ。タチウオの身って3つに。
なんで別れるの防止のために僕はちょっと皮つけたりしてます。で、皮ついてた方がギンギンが綺麗じゃないですか。せっかくタチウオってすごく美しい魚なので、このギンギンはちょっと残したいんですよね。なかなかナチュラルな魚の色でこんなギンギンの色っていうのはないんですね。でもこれやろうとすると結構切れ味のいい包丁と、あとちょっと慣れが必要ですね。よし、そしたら大葉を置いて、そこに立ち飲みも置いていきます。皮なしと皮付きの糸作りもちょっと乗せときます。じゃああとはここに松笠揚げと八角の塩焼き置きましょうか。塩焼きは塩を打って、はい、これで焼いていくだけ。タチウオもちょっと焼きますか。はい、じゃあこれはグリルで焼いておきます。では焼いてる間に松笠揚げも作っていきます。では甘鯛ですね、だいぶ臭い汁が出てきてます。その臭い汁をしっかり拭き取っていきます。で、松笠揚げで、このままだと大きいのでこのぐらいで切りましょうか。で、切るときにジョリッと切ると鱗がバラバラってなっちゃいますんで、ここで鱗を切る感じでレバーでポンと押す、引き切りじゃなくて押して切る感じですね。こんな感じでこう身を切って、で、鱗は切ると。で、ちょこっとだけ粉打ちます。身の方にだけうっすらと、身の方を軽く揚げていき、はい、身の方にある程度火が入ったらその上から油をかけていきます。おー、いいね、鱗がパリーッと仕上がりますね。そしたらすのこ置いて、まず松笠揚げ、八角の塩焼きで、タチウオの塩焼きですね。こう焼き物とお刺身一緒に乗せるのって割と邪道だったりするんですけど、なんか洗い物少なくできるし統一感があるんで僕は結構好きだったりしますよ。で、菊の花で、すだち、で、今日のデザート、これイチジク、ちっちゃい品種の白イチジク、これねめっちゃうまいんですよ。甘くて最高に美味しいやつ。品種ちょっと忘れちゃったんですけど、売ってたんで買ってきました。これマジでうまい。イチジクの時期ですね。はい、これで魚の知識のほぼないスタッフさんが買ってきた1万円のお魚で作ったワンプレートの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。いいプレートができましたね。じゃあまずどれからいこうかな。じゃあこちらのタチウオのお刺身からいきますか。醤油につけていただきます。うわあ、脂あるな。この時期のタチウオは最高だね。鮮度もめちゃくちゃいい。うん、あ、でも皮なしもうまいな。じゃあ次はこちらサザエの刺身いきましょう。大型のサザエの刺身いただきます。うん、うめえ。いいササエ買ってきてくれたな。香りが強い。うん、歯ごたえ強めでとてもうまいです。で、この松笠いきますか。ちょっとカルキの匂いがしたやつ。ではこちらお味はいかに。いただきます。うまいね。カルキの匂いがしない。揚げたら飛んでいった。あの程度だと揚げてしまえば気にならないんですね。いや、これ勉強になったな。ね、アマダイはこう鱗ですよね。これうまいんだ。これマダイとか他のお魚でやるとこうはいかないんですよね。僕一回タイでやったことあるんですけど、もう鱗全然パリパリにならないんですよ。もう口の中に残ってしまうんですよ。ただアマダイの鱗ってなんか知らんけどね、こうサクサクっとして口の中で程よく溶けるんですよね。うん、めっちゃうまい。あ、でもね、鼻からかすかに抜ける匂いが水道水みたいな匂いするな。ちょっとしますね、カルキの匂いは。次、八角の塩焼き。これ油があってうまいんだ。いただきます。うめえ。やっぱり八角の油はインパクトありますね。このぐらい油がある魚にはすだちをかけたいところ。お次、タチウオですね。この切れ込みを入れたことによってここに箸を置いて、で、こういけるんですよ。わかりますかね？こういけるんですよ。
で、ここ本来背びれの骨があるところ、ここに骨がないので、これできるんですよ。で、こっち側もですね、こっち側も、コロッと外して、はい、もう骨ないです。で、裏側めくって、裏側も同じですね。こうやって、五枚おろしみたいにしちゃいます。めちゃくちゃ食べやすいんです。で、こちら、いただきます。美味しいな。また八角とは種類が違ううまさがある。で、デザートのイチジクですね。白いちじくは皮ごといけるんですよ。まあでも僕は皮外しますけどね。で、このサイズの大きさ食べやすいんですよ。これちょっといけるんですよ。ゼリーみたいな感じで。うんまっ。めちゃくちゃ糖度高いんですよ。うますぎる。ちなみにあれ一つで100円ぐらいしますからね。はい、というわけで今日はこちらのお魚のワンプレートときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん、ギノのやつ。今日は休館日のためフリーで行かせていただきます。休館日って大事よ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。あ、なんだこれ。ご馳走さまとうめえが一緒になっちゃった。ちょっと食べてもらえますか。ちょっとおいで。なんか気になるのある？マツカサロです。マツカマツカサ揚げですかね。オッケー、これ食べてごらん。いただきます。までしょ。それでゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は魚の知識でもあまりないスタッフに1万円を渡してみて、買ってきてもらったお魚で料理して食べてみましたけども、美味しかったですね。普段だったら僕選ばないなっていう魚を買ってきてくれて、ものすごく新鮮でした。またこちらの企画やっていきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。